ってますけど、僕ぶっちゃけ質問シリーズめっちゃ作ってきて話しこうかなと思ってますだからあの、あやさん、あのダメだったらマジで言ってください。もともとそのうちの会社っていうのも、さっきが脱いだ話なんですけど、別にそのエリアのメニューとかっていうのでやってない。要はいいお店にしようぜっていうモチベーションだけで結構ピュアにやってるっていうのがあるし、僕が出てる多分それってそのうちが宿泊っていうところがあるんですよ。宿泊ってやっぱ清掃の一番サービスとしてはクオリティをキープするので、はいはい、でまあ泊まる人のプリンって部屋のパスってイコールだからそれ以上ないんですね。今だとその飲食店とかのために席数増やしたらどうにかなるもうないじゃないですか。出すものってサービスのクオリティって清掃っていう、うん、すごい大きい地味な作業をどれだけ長くできるかはいで、はい、サービス業とかこういう店舗も同じ概念として結局その日来てくれるお客さんに自分なりのベストがこういいねっていうことを出せるかとか、あとはいいなって思えてる組み方、自分が毎日作れてるかとかが続けば続くほどお客さんも多分楽しいし、はい、プレイヤー側もやってくれるし、そこのこの掛け合いというか、それでしか多分解決しえないんじゃないかな。やっぱりなんかこれだよって一つの答えは別になくて、やっぱり一つずつお客さんとのやっぱ細かいテーマなんです。接客というかコミュニケーションとか。そうですね。じゃないのかな。それはやっぱいろんなやり方がある。うんうん、例えば焼き鳥屋さんだったら焼き鳥めちゃくちゃ美味しいですね。はいはいはい、はい。専門店にして、うん、超美味しい焼き鳥食いたいお客さんいっぱい集めるも、うん、多分やり方としては。うんうんうん。でも結論それで多分いいもの出したくて、はい、集めて、それが欲しい人がちゃんと来てるから。それを日本橋でやる意味は何なのっていう話。めちゃくちゃいい質問すごいちょっとキラッパスマちょっとすげえ、しかも全部俺にしてるすごい今、なんかここにいっぱいするんですからね今。そうですね。これがアートなんですよ。これが10年前、20年前は例えば10年前、20年前はだからそのね、不動産業者とか、はいはい、証券会社とかそういうカルチャーがあって、うん、日本橋っていう場所はそういう場所がね、見られてたと思う、うん、けど今この現代起きてる俺らは日本橋ってどういう地域なんていいカルチャーってないんだよ。で、三井不動産は一生懸命それを頑張って作ろうとしてる、うんうん、でそれでDNA 商品が作りませんかって言ってくれるし、うん、そう、で、資産とかも、カルチャーがずっと7年間作ってくれるし、7年、8年、うん、で、この人のおかげで、はいはいはい、この人のネットを作るのか、作るのか、ちょっとめっちゃ意外なんですけど、日本橋って別にカルチャーがあるわけでもないんですよ。なかったんだ。そこが面白い、だから言ったら、でもほら歴史とかはすごく深いじゃないですか。すごいな歴史もあって、でその中で僕たちが今から作ろうとしているっていうのがそれが面白い。あ、だから言ったらちょっとこう白紙の紙にみんなでテーマを置いてみんなで作って書いていくみたいな状態なんですね。でもそれができる原動力って何なんですか。すごいっす、パイオニアなんですよ。いや、俺単純に普通に現場に行き続けてるわけですよ。出身が地方っていうのもあって、僕自身もフリーランスで地方創生事業とか行政関連の仕事をいくつか実際やってるんですけど、はいはい、もう全然会社と別に、うん、で、なんだろう、とはいえ日本橋ならではっていうのが、はい、実際多分本当に空白の期間がこの町があると思うんですよ。うん、言ったらその富屋街だったのか、はい、江戸時代の日本橋のそう残りの話ってすごくいっぱいあるけど、はい、とはいえじゃあ昭和のこの間っていうのにやってたんですよ、うん、本当に出すのがないんですよ。実際その呉服屋さんのビルがいっぱいありました、はい、でそれすら今取り壊されてマンションになってる、うんうん、立地がいい
から、いろんなところに寿司屋さんの街では多分あるんですけど、その実際僕らの下のある大伝馬町で言ったら、みこしもない町会はあるんですけど、なので横山町からと小伝馬の町会がかわいそうだからって花見用事でみこし回ってくれてるんですよ。でぐらいエリア的には結構向いていいので、はい、人形町もまた強いし、うまくなるとこのさ、本当に売れないエリア、だから前向きに言えばしがらみがそこまで強くないし、結構フリーな感じで、そうですね、逆にカルチャーがないからこそ自分好きなよ、自分たちの好きなよというか、そのもちろん町としての付き合いとか紹介さんってのはすごくいいから存在しているんですけども、何かしらそのやっぱローカル地方で地元の力のある人が多くて、なんかこうステーキホルダーとか払うとかそっちあるとは思うんですけど、そういった絡みとしがらみは本当に一切なかった、そこはいい面なのかなと思うんですよ。